医学部太郎ってやばいのっていう話を今日論理的にしたいと思います。3つポイントがあります。はい、こんにちは、マイケル太郎です。今回はですね、ぶっちゃけ医学部って何浪まで OK っていう話をしたいと思います。結論からお話しさせてもらうと、別に何浪しても構いませんが、今から言う3つのことには気をつけておきましょう。はい、で、気をつけるべき3つのことというのは、まず1つ目、真面目に、本当に真面目に勉強しているのに成績が伸びていない人で、2つ目、自分のプライドが許さずずっと医学部と固執している人。3つ目、親が医学部に行けっていうから仕方なく勉強難浪もさせられている人。この3つですね、気をつけてほしいな3つです。1つ1つ、深掘っていきたいと思います。まず1つ目、結構見るんですけど、真面目に勉強しているのに成績が伸びないという人ですね。この人は勉強の論理性が欠けてることすっごい多いです。僕の周りでも結構いたんですけども、勉強めっちゃ真面目にしてるのに二浪三浪してしまう人っていうのは、学校とか予備校の先生に言われたこととか、ネットの情報、この YouTube の情報もそうですけど、そのまま鵜呑みしてやってることが多いんですね。一回も考えることなく、そのまま、例えばフォーカスゴールドをやりましょうと、フォーカスゴールドをそのままやるんですけど、やり方はとりあえず噛んでやるとか、フォーカスゴールドは、毎日10個ずつ進めていきましょうって、毎日10個ずつ進めて復習しないとか、もう言われたこと、そして分からない部分は噛んでやるんですね。そこが危なくて、まずフォーカスゴールド本当に必要なのとか、例えば、どこでもいいです、地方のどこでもいいです、医学部に入りたいって人がですね、数学さんの、プラチカとかやりましょうって言って、絶対いらないんですよ。絶対にいりません。こんな難しいものいらないです。どこでもいいですよって絶対いらないんですけども、もうやっちゃったりとかですね。当然いる大学もあるんですよ。いる大学も医学部にあるんですけど、いらない大学もあるんです。だから自分の大学にそれがいるかどうかわからないし、あなたに YouTube 上、僕もそうですけど、アドバイスしてる人っていうのは、あなた一人に向かってアドバイスしてるわけでは絶対ないですよね。あなたの情報全然分かってません、僕。だから僕はあなたの情報は分かっていないですけど、多くの医学部受験生っていう対象を想定して僕は喋ってます。だからこの医学部受験生という中にいろんなパターンの人がいるんですね。例えば宮廷の医学部に行きたいっていう人から、もうどこでもいいです医学部だなっていう人と、本当に私立でも全然 OK ですよって勉強の方がやっぱ変わってくるんですよね。なので、まず僕が話している、例えば情報発信者、こういう情報発信者がどういう人をターゲットに喋っているのかなっていうのを客観的に分析して、あ、じゃあその中に一応自分は属するけど、自分に 100% フィットしてるわけじゃないな、じゃあ自分に必要なのはどこなんだろうとかいうふうに考えて勉強ってしていかないとダメなんです。学校の先生に、僕どうしたらいいですか、私どうしたらいいですかって言っても、学校の先生があなたの成績を1から、じゃあ1から10まで、じゃあ模試の成績2まで全部見てみようかって、ひたすら議論して、じゃあこれをやろうって言ってくれる場合は少ないですよね。まあ、とりあえずこれやっとけばって言われると思うんですよ。それはそうです。先生たちも忙しいですから。なので自分の頭でちゃんとそこは訂正していかなければいけないんですね。なので学校の先生からこれ言われたからこうやってますって言って成績が上がってないんだったら、そのやり方が何がまずいのかっていうのを論理的に考えてほしいんですね。論理的に、僕結構いろんな動画でですね、論理的に勉強しようっつって、いろんなこういう話があるよね、これを論理的に話するととか、この参考書こうやって使えてよく言われるけど、なんでそうやって使わないといけないのかっていうのを論理的に喋ったり、結構理由を重視して喋ってると思うんですけど、ぜひそれちょっと見ていただいてですね、論理的に勉強するっていうのはどういうことかっていうのを考えていただいて、あ、そうやって論理的に考えていけばいいんだなっていうのを理解していただいた上で、じゃあ自分の今までの勉強何がまずかったのかっていうのをきちっと見ていってほしいんですね。例えば生物だったら、生物で点数が共通テストの点数で60点しか取れなかった、でもセンター試験だったら90点取れた、まあ、今年ちょっと簡単だったね、共通テストの生物、そんなことないと思いますが、他のパターンでも二次試験の、論述問題は書けない、でも単語を埋める問題だったらできる、じゃあなんで自分は論述問題ができないんだろう、学校の先生に聞くとちゃんと理解しないからだとか、予備校の先生に聞くとちゃんと理解しないからだよって言われるけど、ちゃんと理解って何なんだろうって思うと思うんですよ。ちゃんと理解、これ言葉なんですね。言葉の情報を今日明日からでもすぐ行動に移せるべべって言語化してほしいんですよ。だからちゃんと理解していないからできない、じゃあちゃんと理解するってどういうことでしょうか。教科書を一言一句読んで当然全部理解したら当然完璧ですよ。でもそんなことはできない。だから入試で何をするかというと、論述問題集を買ってきて、それを覚えると、論述問題集の、そのまんまの、問題というのが、特に地方の医学部だったらほとんどです。生物で本当に見たことないような実験考察とかが出てくるのって結構上位の大学に限られてくるので、ほとんどが見たことあるような、実験考察だったりとか、見たことあるような理由論述がほとんどです。これ科学にも言えるんですけど、なのでまずは有名な論述問題集を覚えようよっていう感じになってきて、あ、じゃあ論述問題集を覚えよう、例えば論述問題集で50問あるんだったら50個覚えよう、じゃあ50個の覚え方どうすればいいんだろうって言って、あの昨日僕が言ってる多頻度反復みたいな話が出てくるんですね。多頻度反復知らない人はぜひ、概要欄に動画貼っておきますので、そちらをご覧ください。みたいな感じで、なんでなんでなんでってどんどん突き詰めていくんですが、これを途中で諦める人が多いんですよ。考えるのを途中で放棄して停止しちゃう人が多いんです。もういいやって言われたことやろうするから落ちるんですよ。ちゃんと論理的に考えてください。せっかく脳を持ったんだから、勉強に一生懸命頭使ってると思うんですよ。暗記するために、暗記するために。でも医学部特に多いんですけども、
考えることと暗記することって脳って大きく、2つの作業ができるんですけど、この覚えること、覚えることばっかりやるんですよ。この考えるってことはあんまりやらない。で、確かにセンター試験の共通テストで高得点取るには、ぶっちゃけそこまで考える能力って必要なかったりするかもしれないですけど、これがないと、ある程度がないと、ずっと浪人しちゃうんですよ。勉強法が間違ってるから。せっかく1000時間投入しても、結果が10時間分しか出てないみたいなことが本当に起こってるので、真面目な人、本当に真面目に勉強してるのに成績伸びないどうしたらいいですかって人はですね、いま一度自分の勉強の論理性っていうところをちょっと考えていただければなと思います。では、2つ目は自分のプライドが許さないというパターンですね。例えば医学部に行くぞって現役で言って、まあ1浪ぐらいだったらみんなするでしょ。で、2浪もまあまあ友達がいて、じゃあ次3浪しようかどうか迷ってるという状態になった時に、いやーでも医学部以外だったら取ってるんだけどみたいなのがあって、医学部諦めれば別に進学できるんだよ。でも友達に医学部行くって言っちゃったから、この先生に医学部行くって言っちゃった、親に医学部行くって言っちゃったから、ここで医学部辞めちゃうと、うわあいつ医学部目指してるのにね、やめよったみたいなこと言われるみたいなことが気になる。これ本当に気をつけてください。このパターンで多浪してる人本当何人もいると思うんですよ。で、まあ2浪ぐらいでストップされたらいいんですけど、これで人生とどんどん浪人の数を増やして、もう5浪6浪ってやってると本当に多いんで、ちょっと今から言うことチェックしてみてほしいです。でそれでも俺はプライドのために浪人するのは、私はプライドのために浪人するのは全然 OK だと思う。自分の人生の選択なんでね。でまずこういう人たち、プライドが許さないという人に、思ってほしいのが、自分の評価っていうのは自分でしましょう。例えば自分がどういう人間なのかとか、自分がなんとか自分のアイデンティティみたいなものを保っているのを、すごい他人の評価で自分を成立させている人って結構いて、誰々さんとか親とかこういう人にすごいねとか言われることによって自分が成り立っている、こういう人結構多いんですけど、こういう人ってもろいんですよ。なぜかというと、他人の評価がなくなると自分が崩壊するからですね。これめちゃめちゃ危ないんですね。なので自分の評価もちろん 100% ですけど、自分の評価を自己評価100でいける人ってほとんどいないと思うんで、もちろん僕もそうです、無理なんですけど、過半数は自分の評価の過半数は自分でしてあげてください。自分は自分だ。自分の選択とか、自分がこういう道を選んだ、例えば医学部で浪人することを選んだっていうことに対して、世間はいろんなことを言ってくるかもしれないけど、俺は俺で決めたんだ、私は私で決めたんだってできてる人は全然 OK です。過半数が自分の評価に対して、過半数が自分の意見で通ってるので、別に他人からどう言われようが自分の意見が勝っていくので、別に自分がもうダメだとかなることはないんですけど、結構ほとんどの人がもう自分を評価するときに他人の意見、先生になんて言われるかとか、学校の先生が、自分のことすごいって言ってくれるとか、お前ダメだなって言ってくるとか、もちろん成績がどうだとか、全国ランキングがどうだとか、どこに学校に行くかとか、そういう、もうなんか客観的な、評価だけで自分を形成している、自分を形成している。こういう人がかなりやばいですし、こういう人いないですか？あなたそうじゃないですか？これ本当に気をつけてください。これただの考え方だけの問題なんです。よく考えてみなさい。あなたに対して、例えばあなたがもう一度するっていう決断を下した時に、あなたにいろいろ言ってくる人って、まあいると思うんですけども、その人たちがいろいろ言ってくることによって、あなたに実害はないです。なぜかというと、あなたの点数が下がることもないですし、あなたがそうやって浪人するっていう道を選んだことに、いろいろ、うわ、お前浪人だったらクソやな、みたいなことを言ってきたりしても、現役の方がいいぞとか言われてきたとしても、あなたの将来やりたいことができなくなるということは一切ないんですね。だってその人が、例えばあなたが行きたい会社の就職先の内定をぶち壊すみたいなことはできないですし、あなたがどういう医学部行ってどんなことをしたいってなった時に、例えばこの部活に入って頑張りたいと思った時に、その部活の入部を断るような要因にすることもできないんですよね。ただただあなたのメンタルを若干マイナスにしてきて、あなたができるできると思っているその自分の自己評価の部分をだんだん下げるっていう効果を持ってるんです。でもこれはこっちの問題なんですね。言われる側は別にお前なんて俺に関係ないっていうスタンスを持っておけば、自分のやってやろうっていう気持ちをマイナスにされることは一切ないんですよ。だからこの考えを持っておくと、別に他人っていうのは自分の人生に影響してこないんです。特にそういうことを言ってくる他人っていうのは影響してこないんです。あなたが例えば自分のやりたいことがあって、それをするためにこの人の協力が必要だとか、この人に認めてもらう必要がある、そういう場面、人生には往々としてあると思うんですけども、そういう人たちってそんなクソ野郎ではないと思うんですよね。その人たち結構忙しいと思うんですよ。なのでそもそも人の人生にそうやって言っている時間はないので、あなたの人生にそうやって言ってくる可能性は低いですし、そういうこと言ってくる人がいるんだったら別の家にいた方がいいと思います。なのであなたにとやかく言ってくる人、あなたの人生にそこまで影響しません。なので気にせずに、自分の人生は自分のものなんだから、自分の評価っていうのを関数は自分で決めるようにしてください。だからどうしようかっていうよく選択が出てくると思うんですけど、この2つの選択肢が迷った時にいろいろ言われると思うんですよ。他人にお前こっちの方がいいぞ、こっちの方がいいぞみたいな言われたとしても、自分のその選択をどちらにするかっていうのは、他人の意見は参考にしつつも、自分の考え方だったり自分がどうしたいかっていうので決めてほしいんですよ。誰かにどう思われるために B っていう選択肢を選んだりすると、この誰かにすごい依存した人生になっちゃう。それをやめてほしい。自分の評価は半数以上自分で決めてほしい。これをちょっと一回この考え方をですね、知ってほしいなと思ってます。
でこう言うと、いやいやそう言っても他人が言ってくることって気になるんだよっていう人いると思うんです。その人に、こういう方法をちょっと伝授したいなと思います。例えばそういう親御さんの場合って別にあなたに危害を加えたい場合って少ないんですよ。ライバルとかだとね結構あったりするんですよ。例えばあなたがもう一度して頑張るぜってなって一気に勉強を始めちゃったりすると、もう一度とりあえず親に言われたから決めて、でも勉強になりじゃないんだよって人ってあなたがすっげえ勉強してるのに焦りを感じるんです。なので自分でもう一回じゃああいつに負けず勉強頑張ろうってライバルだったらこの子も超優秀なんですけど、そうじゃなくて大概の人はこいつが頑張ってるのなって言うと見落として同じようにしようとするんですよ。そういうやつが多いんですよ。なのでそういうやつがこう止めてくるんですが、その止めるっていうのは物理的に止めてくるより言葉で止めてくるんです。であなたのモチベーションが下がって勉強できなくなって、でもこれもったいないんでこういうふうに考えてください。こういう言葉、嫌なことを言われた時なぜ相手はそのようなことを言ってくるのかっていうのを論理的に考えてほしいんですね。いつも言ってる通りです。論理的に物事を考えると比較的に楽になってきます。あ、この子はとりあえず親に言われるがまま浪人して、僕私自身は今自分の意思によって浪人を決めたからすごい勢いで勉強ができているが、この子はとりあえず親に言われたまま勉強をなあなあでさせられていてやる気が出ない、でも僕と同じぐらいの成績で浪人したと、でも僕はすごい勢いで勉強するから差がついている、それに対してでも自分も勉強すればいいけど自分もそんなに勉強できないってモヤモヤしている、だから僕の信仰を留めたいがためにこういうことを言ってくれるんだ、あ確かに自分も逆の立場になったらそういうことしちゃうよね、納得ってなればイライラしちゃうんですよ。で相手の立場も分かるんで、あもう自分のその立場やってそうしちゃうな、そうだよね、残念だね、そうだよね、僕もそうしちゃうよ、私もそうしちゃうよ、理解理解ってすると、その程度の発言に対してそういう発言とか自分を妨げる発言に対して自分にマイナスの影響を与えることをなくすことができます。なので自分に対して嫌なこととかいろんな迷惑になることを言ってくる人はなぜそんなことをしてくるんだろうって論理分析して理解してしまうとイライラもしないですし、自分にマイナスの影響も減って、論理分析して理解するっていうのをやってほしいんですね。親御さんだと往々にして子供がですね、例えば医学の危険という後でお話ししますが、親の場合は親御さんも不安なんですね。こういう情勢ですからかなり不安なので、子供に安定した生活を送ってほしい、でもそれ一番医者がいいんじゃないかって親御さんは思ってるんです。これはあくまで間違った判断かもしれませんし、偏った考え方かもしれませんが、親御さんはそう思ってる。で当然親もですね、全部正しい判断ができるわけでもないし、今の時代正しい判断できる人はいないと思うんで、とりあえず親は医者がいいと思ってる、子供に安定的な生活をしてほしいから医者に行きなさいって厳しく言ってるんだ、あ僕のために私のために言ってくれてるんだなってことを理解すると、親に例えば後で話しますが、自分が本当はこっちやりたいから行かせてくれって説得するときも親の立場を分かった上で話せるので、納得させやすい効果があるので、嫌なこと自分に対してそういう客観的な評価がいろいろ飛んでくると思うんですが、その飛んできたときに自分のメンタルを下げないようにするには、そう言ってくるいろんな爆弾があると思うんですけど、その爆弾の飛ばし先を論理分析するっていうことをやっていただくと心が軽くなるので、ぜひ一回やってみてください。またこれで論理分析が上手になってくるんですね。自分の参考書選びとかもほとんど論理で決定しますので、そういうのが上手になってくるので一回やるようにしてみてください。はい、最後ですね、親が医学部に行けって言ってくるパターンですね。まあ、これ本当によくあって、まあ、ぶっちゃけ、僕の通ってる大学でも親が医者っていうのは非常に多くってですね、まあ、医者安泰だからお前も医者になっとけよって子供を思うがあまりそう言っちゃうの分かるんですけども、子供としてはですね、例えばこれがしたいっていうのがある人とか、いや医学部だけは絶対に行きたくない、何がしたいか決まってないけどっていう人いると思うんですよね。で自分の成績的に勉強あんま好きじゃないから医学部なかなか難しいから、何度もし医学部行くぐらいだったら、もうそんなに浪人しずに工学部とかに行きたいっていう人いると思うんですよ。そういう人、あくまで親御さんは、あなたのためを思って言ってくれてます。それを理解しましょう。さっきの論理分析のことですね。親御さんがほとんどの場合、子供に対して嫌がらせをしたいということはないんですよね。子供に対していい人生を送ってほしいと思うがあまり医者が反対だと思うからそう言ってると、何をしてでも今頑張って医者になっておきなさいって言ってしまうっていう気持ちはわからんでもないんですよね。でも自分に本当はこうやりたいことがあるって言うんだったら、親御さんの気持ちを一回譲歩する。あ、こういう気持ちがあって僕にこうこう、私にこうこう言ってくれてるのはわかる。でも私はこうしたいっていうのを論理的に説明して納得してもらえると、その親が医学部行けっていうのに乗り越えられますが、親御さんもいろんな人がいて、感情的にもいけいけいけって言って、論理的に説明しても、もう論理じゃ伝わらない人っているじゃないですか。もう感情論に走っちゃうパターン。論理同士のお話し合いだと、基本的に計算なんで、どっちが計算合ってるかっていうレベルで話が終わるんで、論理をちゃんと積み重ねていけば、正しい方が、論理的に正しい方が、勝つとか、妥協案でも、この部分が君の方が正しくて、あなたの方がこれが正しいんで、この妥協案でいきましょう、みたいな話になってくるんですけど、感情できたら、もう私がいけって言うんだ、いけみたいな話が来ると、もうこれ、
論理的に喋ることは不可能なので、こうなった場合はもう仕方ないですけど、親と子供っていうのも圧倒的に親の方が立場強いですよね。当然、お金を出してもらってるのも生活させてもらってるのも全部親なので、こういう場合はもう諦めて、どんだけ論理で説明しても無理だった場合は諦めてさっさと医学部を通っちゃいましょう。医学部でどこでもいいよっていうパターンがほとんどだと思います。どこでもいいよってなってくると医学部でそこまで合格するの難しくないので、きちっと論理的に勉強法をですね考えて、1年間でバフッと一気に集中してやって医学部合格しちゃって、その後に自分がやりたいこと、医学部6年間ありますから、別に医学部の勉強だけやらなくても全然結構です。なので自分でやりたいことをやっていけばいいんじゃないかなと思います。ということで、別に、あなたの人生です。何浪しても別に問題ないです。自分が決めた選択肢で、これ私じゃあもう一浪しろって決めたんだったら OK です。で、選択が正解か間違いかになるのは選択した後です。例えば一浪しようって決めた、それが正解だねってなるかどうかは、あなたが一浪した後にどれだけ勉強するかにかかっているので、選択の判断をした時に決まりません。選択をした後で決まるんですね。なんか選択肢をどっちか迷った時、どっちが正解かな、どっちも正解になる可能性もあるし、どっちも間違いになる可能性もあります。選択した後頑張るようにしてみてください。大学に行く、医学部を諦めて別に工学部に行くって決めたんだったら、その選択肢をまた正解にするように自分で頑張ったらいいんです。選択の状態、その選択が、選択肢 AB って決めるのが、正解不正解を決めるのではなくて、このどちらかを選んでその後に正解不正解が決まっていくので、その後の行動を頑張るようにしてみてください。別に人生です、どうしても問題ないです。僕の大学にもすごい労働している人いっぱいいます。それでも、自分の人生なんで、ね、自分がこれで正解だ、今こう言いたいと思ったら別に労働しても問題ないです。僕も医学部では珍しく、休学したりしますので、結果的に見たらかなり変わってるやつかもしれませんし、そんな人大丈夫なんかと思われることもいっぱいあるかもしれませんが、僕の中では休学するという選択肢は論理的に、自分の人生の中で、必要だなと思ったので、論理的に、分かったので、休学しようと思って、何の不安もありませんでした。そのようにですね、論理的に考えて、自分の人生を決定していけるようにしていただければなと思います。他人の、あんまり評価を気にせず、自分の人生のね、自分の評価っていうのはなるべく自分で決める、自分のしたい、ことをできる、堂々とできるようになっていただければなと思います。その上で、それを、分かった上で、別に何をしようか、僕は別にその人の人生なので問題ないかなと思っております。まあ、これも僕の一意見なので、参考までにしていただいたらいいかなと思っております。今回の動画は以上になります。はい、このチャンネルでは受験勉強全般に関わることを論理的に解説するということをやらせていただいております。また、僕たちはシェアリングナレッジという教育サービスを運営させていただいております。論理的な勉強計画を作ってほしい、より深い具体的なロジックを動画で見てみたい、そういう方はですね、コメント欄、概要欄の方から1週間無料体験ご参加ください。これからも皆さんの勉強ですね、なんとなくから全てに意味がある受験勉強に変えていけるような動画を配信していきたいと思っておりますので、ぜひぜひ高評価とチャンネル登録の方をしていただければ幸いです。それではまた会いましょう。明日の夢サポムービーズは、これから受験勉強をしていくにあたって、必要な参考書を各教科一冊ずつ紹介します。そして最後に結構重要な話してるので、おもんないなと思った人は、ちょっと本のところの紹介をピッて飛ばしてみてもらえると、いい話が待ってるかもしれません。お楽しみに。